はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきガムゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、本日は信長の野望大使 with パワーアップキット遊んでいくわけでございますけども、まあ、前回ね、豊臣秀吉を使って、まあ、サクッとね終わらせたということで、今までね信長の野望シリーズ結構上げてきて、まあ、一つの大名でね第何話ぐらいまでね行くことが多くて、一番最長だと政宗の30何話やった回があったと思うんですけども、今回のねこの豊臣秀吉、前回やった豊臣秀吉はねわずか4話で終わるということでね、まあ、非常に手抜きというかめちゃめちゃ楽なプレイになってしまったということで、まあ、今回は、まあ、ある程度ね、弱めの家で、しっかりね原稿録とかも味わいながら遊んでいきたいということで、シナリオの方なんですけども、1560年川中島の合戦、こちらの方で遊んでいきたいと思います。でちなみになんですが、これシナリオ設定なんですけども、まあ、基本的に超級設定ということでね、一番難しい難易度で遊ばせていただいております。ということでね、まあ、川中島の合戦ということで、まあ、基本的にね武田上杉のね、この、まあ、この場合は長尾なんですけども、こういったね、武将が、まあ、おすすめされる中、なんとね今回使うキャラクターはこの1ページ目にはいません。こっちですね、こいつですね、浦上宗影っていうのかな、あ宗影で合ってますね。で彼を使っていくんですけど、実はね彼浮田直江という、まあ、武将を家臣に持ってまして、そちらの方にね途中くら替えするみたいなイベントがあるっぽくて、まあ、そちらの方で遊んでいけたらいいかなと思っております。はい、それでは浦上宗影使って遊んでいきたいと思います。陣ぶれを出せ、戦の支度をせよ。ということで永禄3年、時は永禄3年、1560年、日本全土を巻き込んだ大乱応仁の乱より100年の時が過ぎ、各地に戦国大名と呼ぶにふさわしい軍友たちが割拠しつつあった。奥州では腰入れの行列を襲撃して花嫁を自らのものにしたという豪腕伊達春宗が、父、種宗との対戦天文の乱を制し、伊達家の地盤を着々と固めつつあり、関東では川越野戦で奇跡の勝利を収めた小田原北条氏三代目当主氏康が関東の覇者として半島拡大、畿内では三好長慶が朝廷幕府を抑え日本の福王と呼ばれるほどに権勢を誇っていた。中国では末晴方を厳島で破った毛利元就が大内家の丘陵の大半を支配下に置き、九州では大友宗麟が九州短大に任じられ、豊後かなを中心に繁栄を謳歌していた。久しく大戦こそ起こってはいないが、それは嵐の前の静けさ、巨大勢力が各地で最盛期を築き上げる中で、時代の英雄たちが密かにその牙を研いでいるのであった。これまたいい原稿録ですね。まあ、基本的にこういうのは弱小大名でやらないと見えないイベントということで、まあ、見てない人も多いと思うんですけどね、英雄たちがポン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 とねフラッシュアップしていく、まあ、原稿録ということで、結構僕的には好きな原稿録のシリーズですかね。そしてやはりね、第一家臣は浮田直家ということで、宗影様、まずはこの地図をご覧ください。詳しく知りたい大名を選ぶことでその者の思惑を知ることができます、ということでね、武士たちは皆志を抱き乱世を生きております、周りの大名の志を今一度知っておきましょう、ということで、まあ、こちらがね、まあ、今回使う序盤だけなんですけど使う大名の宗影の志でございます。加盟存続っていうやつで、これ基本的にはね一般志ということで、まあ、特にね読む必要ないかなと思うんですけど、一応能力だけ確認していきましょう。こちら牛語って読むのかな、自制力より大きい相手との交渉が有利になる、そして諸星術、神前の効果が上がる、くら替え、同盟を発揮しても多勢力との心象が下がらない、そして、まあ、虚勢ということで神前費用が増える、
まあ、かなり弱い能力ですよね。まあ、外交のみの能力っていうことで、まあ、このゲームねそこまで外交重要じゃないっていうのも、まあ、外交は重要なんですけども、やはり戦闘能力が上がらないとダメだということで、これはちょっと微妙な能力ですね。で、序盤神前をバン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 飛ばすと思うんですけど、その神前費用が増えるっていうのが、これ序盤のね拡大がかなり弱くなるということで、これまたかなりでかいデメリットじゃないかなと思います。そしてもう一つの能力が騒乱忌避。戦国時代の合戦は互いに相手を滅亡させんとする苛烈なものばかりではありませんでした。歩み寄れる時は歩み寄り、軍を退き好機を伺う。戦をいかにうまく避けるかも避けるかか避けるかも大名の腕次第でした、ということで、死なぬよう殺さぬよう励むべしということでね、これまた戦闘能力が上がらない能力ということで、まあ、死亡率下がるのはいいことではあるんですけども、まあまあかなり弱いですね。ということで、裏神の家を守り保つことこそ宗影様のお役目にございますって、これを浮田直江に言われるというね、不思議な気持ちになりますが、まあ、全力でね尽くしていきましょう。ご命令を。でですね、まあ、現在この裏神家、まあ、城を4つ持っているといった感じでございます。で、まあ、今回裏神選んだのには、まあ、訳がありましてね、まあ、浮田直家のイベントが見れるっぽいんですけど、そのイベントが発生するのが1563年ということで、でだ、ようやく待ちに待った原稿録「銃声よ静かに流れよ」というものが発生したんで、まあ、早速動いていきたいと思います。ということで、これだね、三村家近と交戦ということなんで、まあ、ここは、くら替えの能力が確かもうやっててあって、同盟を破棄しても他勢力との心象が下がらないということなんで、早速ね同盟を破棄します。三村よ、バイバイ。そして宣戦布告をこの三村家に当てます。よいしょ。戦の支度をせよ。助立ちにも言ったぞ。まあ基本的に味方しかいないし、これでねかなり兵糧5000、いいね。で、あ、決戦がちゃんと起きるようなんで、これ4000人いればまあ勝てるでしょう。勝てると思うんだけど、まあ勝てるはずですね。行きましょう。我に続け。時間を進め。これで合ってるよな。浮田直家が三村家近と交戦して勝利する。これ出てきてくれないと困る。よしよしよし、交戦ですね。で、これ初めての戦で、まあ、采配次第ということで、ここ決戦の指揮取りましょう。直家のね力を見せつける時が来たという感じだね。備中高松の戦い、まあ、うちの方が4000人ということで兵数が1300ほど多いですね。ということで、こちらが私の軍になります。まあ浮田直家、この男が非常に優秀といった感じかな。そして1部隊伊賀さんの部隊が鉄砲を持ってるということで、この2つの部隊を、まあ、うまく使ってやっていこうかなと思います。対して敵軍ですね、敵軍は三村家近っていうやつとか、まあ、清水宗春とか、まあ、結構優秀な武将も出てるという感じで、手強い戦になるかなと思います。そしてさらにね、部隊数が9部隊ということでかなり多いんで、まあ、ここ部隊がね囲まれて倒されるっていうことはなるべく避けて、まあ、兵数温存しながら、まあ、敵部隊を全滅させていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回の作戦なんですけども、一応ねここに沼罠を設置してみました。で、移動不可になってるところもひたすら射撃するっていう戦法ですね。そしてこの浮田直家、こちらが、まあ、かなり強い能力を持ってまして、敵の速度低下、攻撃負荷ということで、まあ、攻撃を負荷にさせて一気に倒せるように戦法が溜まりやすい、まあ、金ドラを置いたという感じでございます。それじゃあバトルの方やっていきましょう。備中高松の戦い、行くとしよう。で、まあ、基本的に、まあ、うちできることないんで、鉄砲が撃てるようにね鉄砲隊を置いてあげて、あとは、まあ、ちょっと前出してひたすら待機するっていう感じかな。敵が来るのをひたすら待ちましょう。ご命令を。でもこの近づいてきて倒すっていう感じになるかなと思いますね。始めよう。
どうだろう。鉄砲射撃が撃てると強いんだけど、敵に動きがないようなんで、ちょっとずつ前に進んでって射撃を当ててやろうかなと思います。見えるタイミングでね。覚悟せよ。結構動いてきてんな。大丈夫かな。ゲチ動きなしですね。覚悟せよ。ゲチを始めよ。あ、見えた。見えたら十分です。こいつだけ射撃できるんで。やりたい。いいねいいね。射撃入った。撃て撃て。始めよ。見えるところまで前に出てまた射撃を入れてやりましょう。始めよ。ゲチ。意外と見えないな。雨が降ってきてしまった。雨が降っては射撃もできぬということで。始めよ。あ、見えたね。ここまでは前進めればいいかな。ご命令を始めるぞ。いいねいいね。ちゃんと鉄砲も入ってる。じゃあ前に進めましょう。ちょっとずつ。で、そろそろなんか戦が起こりそうな雰囲気あるんで。始めるぞ。ご命令を。ちょっと時間の方を遅めてあげて。順調ですね。鉄砲が入りまくってます。そして足止め、まあ、これは厄介なんだけど、多分沼罠が引っかかるんじゃないかな。このまま行くと。よし、今チャンスですよ。沼罠引っかかってくれたんでね、一気に前に進めましょう。始めるぞ。こいつも、あー、こっちの方行くか。ご命令を始めるぞ。ここ行きましょう。やりたい。足止め、まあまあまあ、もう無駄でしょう。沼穴引っかかってるんで、このまま行けばゴリゴリって落とせるはずだ。よしよしよし、いいぞいいぞ、順調順調。前、今守るぞ。ガシン昇誕、どこにいるかだよね問題は。総大将が、よし引くぞ。完全に圧勝みたいな戦い方してるけど、まさか。よし、負けるとは。これちょっとずつ進めていきましょう。やりたい。そして奈落、まあ、厄介な能力だが、これね、使っちゃおう。共有、これで速度低下に攻撃負荷が入ってるんで、まあうちがダメージ食らわずにいけるということで、非常にやりやすいですね。敵の居所、一気に倒す。奈落か、めんどくさい能力であるが、これにて1部隊突破。順調だ。順調っていうかもう圧勝な感じがするぞ。始めるぞ。いけいけ。よし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 、いいぞいいぞ。浮きた直家、直家の共有打ちたかったな、もうちょいちゃんと。で、ここにいるね、敵が。やりたい。前、叩き潰せ。やれやれ、動け動け。よし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 、いいぞ。切り込め。で、共有発動。相手に戦わさせなければ、まあ、余裕ということでね。これあと時間進めるだけで終わりだな。引くぞ。ダメージさえ入らなければ大したことはないと。力負けするとはな。よーし、お、原稿録です。銃声よ、静かに流れよ。勇猛で知られる備中国三村家当主三村家近に苦戦を強いられた浮田直家は一計を案じた。窮地の間柄である浪人遠藤兄弟に鉄砲による家近暗殺を依頼したのである。すごいことやってんな。当時はまだ鉄砲による狙撃は一般的ではなく、信頼性も低かったので遠藤兄弟も難色を示したが、結局は失敗覚悟で依頼を受けた。そして数日後、申し上げます、三村の兵が陣を払い始めました。そうか、やはり家近は死んだか。火縄銃、意外と使えるようだな。遠藤兄弟は夜の闇に紛れて家近を狙撃した。しかしその闇の深さゆえに成否を確かめることができなかったのである。直家は三村軍が兵を引いたことで初めてその成功を確信したのであった。
大業な兵はいらぬ。ただこの筒一丁で人を殺めることかなう。卑怯と言われようと闇討ちは無駄死にするものが出ぬ。決して忌み嫌うべきではないな。この数年後、かの有名な杉谷善助坊による織田信長狙撃未遂事件が起きる。現代では珍しくない狙撃による暗殺。日本においてはこの直家によるものが初だったと言われている。すげえな、めちゃめちゃ頭いいですねこの男。ということで、まあ、勝利ということで、これはねありがたいことなんですけど、勝ち抜く、直家っていうのがね、鉄砲の価値っていうのをちゃんと見ていたのかもしれませんね。すごいよね、暗殺に使えるなんてみんな分かってなかったところで、これ暗殺に使えるんじゃねって思ったってわけだもんね。そして清水宗春がいるね。ここは投与はできないんですけど、初段もしなくていい。ミスター腹切る、まあ、腹切らなくていいね、味方にした方がいいでしょう。よいしょ。じゃあまあ30日強行で落ちるみたいなんで待ちましょう。よかった、初めての戦で勝ててね、物資も安定してきていいことずくめですな。で、天神山の兵も帰ってきたんで、まあ、今後はこっちの室津とか姫路とかにも戦線伸ばしていくことも可能ということで。そして父と子と武田家に激震が走った。先代信虎以来の重臣である小虎政が謀反を企てたとして自害を命じられ、同様に謀反の首謀者であるとして信玄嫡男吉信が身柄を拘束されたのである。何か申し開きはあるか。申し開きはございませぬ。されど申したきことはございます。父上、今川は我が妻の家にして先代よりの盟友、その今川が苦境を見過ごし助けの手を差し伸べるどころか、これにつけ込み攻め入ろうなどと、武士の道ではございませぬ。武田の加盟は銭に落ちまする。吉信、お主はそのようなことしか言えぬか。それがいかに小さくつまらぬかもわからぬか。わかりたくございませぬ。もし上杉正虎公であれば、決してこれをつまらぬとはおっしゃいませぬ。義に溺れ義にすするもよかろう。しかれどもお主が持つは義ではない。吹き込まれた偽りの義に酔い、周りにそそのかされて舞い上がり、覚悟もなく苦しみから逃れんとしておるのみ。すべての我欲を断ち、見返りを求めず、身を断ち切られるがごとき苦しみに苛まれながら大義を掲げ戦う影虎の足元にも及ばぬわ。苦しみを知らぬ愚か者よ、愚かな愚かな我が子よ、誰かこの者を連れて行け。父上、必ずやその悪行には報いがございますぞ。因果は巡りこの武田に降りかかりますぞ。因果は巡るか。親方様、義信があのように愚かなるは我が戸が、お主の兄を巻き込んですまぬな。決してそのようなことはございませぬ。兄の苦しみを見抜けぬは拙者の落ち度にございました。源四郎、赤備えはお主が継ぐのだ。謀反人おぶの名はこれより捨て、途絶えし山形の名を継ぎ生まれ変われ。母、勝頼はおるか。これに、これよりお主が武田の世継ぎを、決して愚かなる兄のごとくなるでないぞ。母、兄は死ぬのだ。兄のどこが愚かなのか、今の私にはまだわからない。されど父上の苦しみはわかる。そして苦しむ父上が兄の言うような悪人にはどうしても見えぬのだ。苦しみを知らぬ愚か者か。こうして武田義信は東光寺に幽閉され死亡。小虎政をはじめ武田家中の新今川派はほぼ一掃された。外交方針を転換した武田家は駿河平穏を目標に兵を南に向け、武田義信に代わる武田家の後継者には四男の勝頼が指名されたのであった。
まあ、武田の弱体化もやや始まりつつっていう感じだね。まあうちはねありがたいことに貴様ごとき備中高松突破、敵ではない、初めての戦で勝負してちゃんと城増やせましたね。で清水宗春、この男がまあ非常に優秀ということで、あれ三村元親って撃たれて家近か死んだのは、まあまあミスター腹切り清水宗春がゲットできたっていうのが一番でかいですね。じゃあもうこの1700人は使い物にならないんで一旦このまま帰還させましょう。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。